キリュウイン先生はここで古代ギリシア演劇の再現を試みたんですね。もっとこの世ならざるような場所だと思ってたんですが、ザ・海って感じですね。確かに一見普通の場所ですけど、よく見てください。砂浜にゴミ一つ落ちてませんよ。とってもよく手入れされているんですね。あとは海の家の代わりに洒落たカフェが一つ二つ。この辺はさすが家族にも愛された伝統ある海水浴場というところですね。この海水浴場の周年イベントでシークベルトの皆さんと一緒に舞台に立つなんて、想像するだけでも緊張しちゃうな。ここをステージにするなら演出は当然キリュウイン先生だと思ってたけど、まさかアキ先生になるとは。今回は一般向けの周年イベントだからですかね。はい、主催の方からはそういう風に聞いています。しかしアキ先生もいつも通り大胆ですね。砂浜を舞台にしてビーチバレーの演目を作るとは。今回の劇ビーチって本当にボールを使って演じる箇所もあるんですよね。失敗しないようそこも含めてとことん練習しないと。頑張りましょうね。こんな挑戦的な舞台に抜擢されることなんてそうそうないですし。鶴姫さん、緊張してないというかすごく自然体だな。同じ1年生なのに余裕が全然違う。中学からシークフェルトに入ってたくさん場数を踏んできてるからだろうな。待て、弱気になっちゃダメ。ビーチの主演は私なんだから。あの、私が演じるスズメと鶴姫さんのヒバリって元はペアだったけれど、最終的にはライバルになるじゃないですか。え、ああ、はい。ビーチバレーをひたすら楽しみ才能を開花させていくスズメと、反対に伸び悩むヒバリ。ヒバリは結局耐えられなくなって黙ってクラブを去ってしまうんですよね。親友だけどライバル。それもスズメの方はヒバリがどうして自分から離れたのか知らないまま。この微妙な関係をうまく表現するには、私たち二人でしっかり連携を取っていく必要があると思うんです。今日こうして舞台になる場所を下見しに行こうと誘ったのもそのためで。なるほどですね。私の考えも基本ルイルイと一緒ですよ。スズメとヒバリは対比になるよう作られた役ですから、お互いに影響を与え合わないとなーと思ってたんです。よかった、私の考え間違ってなかったんですね。ルイルイ、ちょっと力入りすぎですよ。え、あ、ごめんなさい。いやいや、謝るようなことじゃないって。主演としてのプレッシャーがあるのはわかるけど、ルイルイは自然体のままでいた方がいいと思いますよ。そうですか。ほら、劇中でもスズメは常に自分の求める結果のため目標を見据えて練習を繰り返すじゃないですか。仮に思った通りの結果にならなくても全然諦めないしへこたれない。ルイルイもそういうタイプの人だと思うから、むしろ普段通りにしていてくれた方がこっちとしてもありがたい的な。ま、私の勝手なイメージなんで、全く見当外れって可能性もありますけど。なんですか？いきなり黙っちゃって。鶴姫さんすごいです。脚本をもらって少ししか経ってないのに、演者と登場人物の共通点をもう見つけてるなんて。いや、そんな真っ当に感心されると逆に困るな。なんかひばりの気持ちがわかる気がします。
スズメのどこまでもまっすぐなところが彼女にとって負担だったのかもしれませんね。ごめんなさい、私何か失礼なことを。ああ、いや、冗談ですよ。こっちこそ面白がって変なこと言ってすみません。よかった。私、舞台のためにもちゃんと鶴姫さんのことを知りたいです。頼りない支援かもしれませんけど、これからよろしくお願いします。はーい、こちらこそ。私、頼れる人にはたっぷり頼っちゃいますから、覚悟しといてくださいね。鶴姫さんの観察眼ってすごいですよね。役だけじゃなくて周りのこともよく見てるんですよ。視野が広いな。スズメライト。すみません、タカ先輩、もう一本お願いします。無理ね。今のあんたの頭の中、練習じゃなくて前のペアのことでいっぱいでしょ。波打ちひばり、あんたとペアを解消して姿を消したのにいきなり復帰するとはね。しかも今組んでる相手はあの八谷トキ。ビーチバレー界の星なんて呼ばれてるけど、私に言わせればあんなうさんくさい女いないわ。確かに気になる相手だろうけど、練習に身が入らなくなるほど意識してどうするのよ。すみません、この前の予選会場で会ってからずっとひばりのことを考えてしまうんです。私、ひばりに会うまでは遊びでビーチバレーをやってました。こんなに本気になれたのはあの子のおかげなんです。だから何も言わず私の前から消えた理由がずっと気にかかっていて。スズメ！はい！こんなこと二度と言わないからよーく聞きなさい。あんたの今のペア、それはこのあたし、超高校級のアタッカーと呼ばれる浦沢隆様よ。そんなあたしが認めた相手、外見スズメ、あんただけなの。あたしにとってあんたは運命のペアなの。だからあんたも私の運命になりなさいよ。玉尾先輩、私なんて言った。ルイちゃん、そこはタカ先輩でしょ。すみません、玉尾先輩。大丈夫よ、タカと玉尾、どっちもタで始まるものね。間違えちゃうこともあるわ。私としたことがこんな無理やりなフォローを玉尾先輩にさせてしまうなんて。さっきのシーン、もう一度頭からやりましょうか。次はきっと成功するわ。ありがとうございます。その前に少し質問してもいいですか。うん、もちろん。何かしら。今のシーン、脚本を読んだ時はタカがスズメを叱咤激励するように言うんだろうなって想像してました。でも玉尾先輩のタカはすごく怒っているようにも見えて、どんな反応を返すのが正解なのかちょっと迷ってます。そうね、タカは実力があるけれど問題の多い選手だわ。その厳しさやストイックさから何度もペアに逃げられてるもの。スズメに目をつけたのも才能があり、かつおとなしくて自分の思い通りにコントロールできそうだったから。でもスズメと競技に打ち込むうちに価値観が変わって、今では心の底から彼女を信頼し尊敬しているわ。はい、タカにとってスズメはかけがえのない相手、運命になっていくんですよね。ええ、その設定があるからさっきのセリフは複雑になるの。タカはスズメがヒバリの元へ戻ってしまったらという恐怖にとらわれ、叱咤激励の言葉をかけると同時に理不尽に怒りを爆発させてしまっているのよ。スズメもタカの様子がいつもと違うことには気づくはずよ。彼女はあの言葉を聞いて
どう思うかしら。理想を言えば、その場で気づいてタカを受け止めてあげてほしいと思います。でもきっと無理でしょうね。親友が何も言わず復帰を果たしていた。それも自分以外の誰かと組んで。今の状態のスズメじゃタカを受け止めるほどの余裕は持てないんじゃないかな。私自身も稽古が大詰めの時とか自分のことしか考えられなくなってしまうので。だからスズメの反応は困惑一色になりそうですね。戸惑いながら「タカ先輩」と一言口にするだけとかでしょうか。うん、いいと思うわ。私はね、ここは互いに胸の痛みを抱えながらすれ違ってしまうシーンだと考えてるの。演じる方も見ている方もヒリヒリした感覚になるはずよ。そうやって苦悩するからこそ、スズメとタカの気持ちが一つになるシーンが生きるんですよね。ええ。だからこの場面がお客さんの心に残るよう、丁寧に演じましょう。はい。それじゃ行くわよ、スズメ。ついてこられなかったら、夕飯はあんたの嫌いな、椎茸尽くしにするから。なんてね。くぅはぁ、タカってあまりタモ先輩っぽくない役だけど、これはこれで最高。ルイちゃん、もちろん夕飯は椎茸ばっかりじゃないから安心してね。タマオ先輩の演じるタカはすごく激しい人なんです。だから怒鳴られるシーンも多くて。本当なら怖がらないといけないんですけど、怒ってる玉尾先輩の姿も凛々しくて素敵で、思わず見とれそうになるんです。こんな調子じゃいけない。ちゃんと役の中に入り込まないと。玉尾先輩にスズメを叱る場面もう一回お願いしてこよう。